ドリドリチャンネル。ということでね、無事に、なんだっけな、稚内の方に到着しましたということでね、今日もね、昨日に引き続き、道民院に、泊まりますということでね、じゃあこの後チェックインしてね、部屋の方をお見せします。道民院ってあれですね、行くとこによって全然違うんですね。まあ、部屋の作りは同じ感じですかね。洗面所はこう、冷蔵庫もこう。これね、昨日のとこと同じです。ただちょっとこれ、見た目がしょぼいかなって気がします。で、メインの部屋なんですけど、まあまあ、こんな感じですね。昨日の方がぶっちゃけ良かったかな。ただ、部屋の広さ的にはね、こっちの方が広いですね。うん。広いです。で、あとトイレ。あ、レイアウト同じですね、全く。あ、全く同じですね。はい。ああ、もうこの辺も同じですね。うん。設備が若干古くなって、広くなったけど、まあ、レイアウト的には同じっていうね、そういう形です。ってことでね、これからね、夕飯を食べに行きますよってことでね、これ今見せている紙っていうのがね、ホテルのフロントの方がね、まあこのホテル、道民院からね、近いところの、飯所っていうのをね、一覧にしてくれてるね、紙があるんですけど、そこでね、まあ、今やってるのどこですかってことで、このタケちゃんってところ、うん、ここやってるみたいなんで、まあ、まあ、おすすめみたいな感じですよね。まあ、そんなのいただいたんでね、これからそのタケちゃんってとこ行ってね、ご飯の方を食べたいと思いますと。うん。それであとね、この道民院なんですけど、車で来るとね、ホテルのオフィシャル駐車場に停めるとね、いくらかね、料金取られるんですよね。多分1000円近く。なんですけど、徒歩3分のところに無料の駐車場があるんですよ。まあ、これはホテルの人もね、ここに無料のとこありますよって案内してくれるんですけど、今回私はね、そこに泊めることにしました。当然ですよね。だってタダなんだもんね。で、本当実際歩いてね、まあ、2分ぐらいかな。砂利の駐車場、市営のね、駐車場なんですけど、そこに泊めることにしたんでね。まあ、もしね、ここのホテルね、泊まる人とか今後いたとしたらね、絶対そのホテルのね、駐車場には泊めずに、市営の駐車場に泊めましょうね。という話をしている間にですね、こちらの、たけちゃん、ああ、ちょっと、ボケて見えないな。うん。たけちゃんってとこに着きましたね。もうほんと寒いですね。わっかない。寒いです。ここホテルでしょ？ほんとホテルの 目と鼻の先ですよ、ここ。寒いわ、もう僕、頭も寒いし、今、上着1枚羽織ってるんですけど、それでも寒いわ。下手すれば10度切ってるかもしれない。うん。できましたね。たけちゃんってことでね。ここが入り口で。まあなんか、こんなね、美味しそうなメニューがありますよと。まあ何にするかはね、この後ちょっと考えたいと思います。もうラストオーダー終わっちゃったって感じなんですかね。僕がね、外出てきたらもう電気消えちゃってるよ。うん。ということでね、お味の方の感想だけ述べておきましょうということで、ハッキシってね、めちゃくちゃうまいです。うん。で、注文したのは、ズワイガニの天ぷらと、あと豚の角煮なんですね。うん。で、豚の角煮はね、まあ、これは、わりかしどこでもあるような、トロトロってのは当然なんだけど、やっぱ味付けがね、なんか、北海道らしいっていうか、ちょっと関東風とは若干違うかなっていうところで美味しさがありました。あとは、ズワイガニの天ぷら。これもね、食べてみたところね、まあ、正直ね、ズワイガニと天ぷらって合うのかなって思ってたんですけど、思いのほかあって、まあ一瞬ね、ほんと口に入れた瞬間なんですけどね、かっぱえびせんみたいな味はするものの、その後ね、カニの旨味っていうのがね、ぎゅーっと出てきてね、まあ、とっても美味しかったです。そして、なおかつ、そこに付属している味噌汁ね、これも多分ね、魚介系の出汁取ってると思うんですけどね、もう、
やっぱり関東じゃ味わえないよな。そういう味付けでしたね。はい、以上です。この後はね、せっかくなんで、稚内駅の方まで歩いていってね、ちょっとね、名所があるんで、それを見ていきたいと思います。ということでね、夕飯の方はね、食べ終わって、今駅の方に来ておりますということでね、皆さんね、ここにあるこれ。これ、なんかどっかで見たことないですかね。これよくね、電車の終点の駅に置いてある、あれです、あれ。名前はちょっとわかんないですけどね。で、これバーってさ、ずっと見ていくと線路繋がってるじゃないですか。線路が繋がってて駅の中に入ってると。これね、どういうことかっていうとですね、ここの駅が日本でね、一番北にある終着の駅ですよってね、そういう意味合いを持たしてね、これオブジェが置いてあるんですよ。ね、かっこいいですよね。これね、明日朝明るい時にね、また来てね、撮影の方はね、したいと思いますんでね、お楽しみしててください。ではでは。